今日は富士プレミアムリゾートのマンションタイプのお部屋に来てみました。急でしたが空いていたので泊めていただきました。4人部屋しか空いてないということで、トミちゃんと私しか今日は泊まらないんですけれども、それしか空いてなかったので、この部屋を取りました。どんなお部屋かあまり分かってなかったんですけれども、2つベッドルームがあってすごく広いのでびっくりしました。ワンちゃん用のベッドもありますし、ワンちゃんには小さすぎて使えませんが、トイレもちゃんとあります。ワンちゃんはいつものようにこの大きいトイレを持っています。ワンちゃん、いろんなワンちゃんの匂いするね。ワンちゃん、ワンちゃん、こっそりこういうところでトイレしちゃったら嫌だからね。トイレはそろそろ落ち着いた？トイレする？ワンちゃん、ねえねえ、ピーピーする？で、ベッドルームは2つあるんですけれども、こちらがちょっと広い方のベッドルームです。セミダブルのベッドが2台ありまして、こちらのお部屋の奥にお風呂がついております。お風呂はこんな感じです。少々年季は入ってますが、おお、すごい。洗面所も広いですし、トイレもウォシュレットなのが嬉しいです。お部屋の中はまず入るとゲートがあって、廊下とリビングになっています。で、結構広めのキッチンがありました。ただお皿とかカトラリーとかは何もなかったので、あまりこう何かする想定ではないようなんですけど、でも電子レンジと冷蔵庫があったのですごくありがたかったです。で、大きいソファーがありまして、お庭にすぐ出れるような形になっています。ドッグランになってるわけじゃないので、リードは必須なんですけれども、もうここ出たらすぐ芝生の上を歩けるような形になっています。ここではないんですけど、富士山の見える丘というところに先ほどハムチャと行ってきました。朝露がすごかったので、芝生の上を歩くともう靴がびっちょびちょになりました。ハムちゃんも足がびっちょびちょでした。それだけ自然の中なんだなっていうのがすごく、実感できました。ハムちゃんにとってもすごく広々してるお部屋だったので、のんびりできたんじゃないかなと思います。ちょっとですね、正直設備というか作りは古かった感じはあります。内装とかではなく、隣の壁とか2階の方の足音だったり、そういうのは結構ダイレクトに響いてしまいました。夜中は別に静かだったので、私は普通にぐっすり眠ることができたんですけれども、なんかハムちゃんはちょっと落ち着かない様子でした。で、おトイレもなかなかしてくれなくて、今回4回目のお泊まりなんですけれども、初めておしっこを失敗してしまいました。
ちょっと悲惨な粗相になってしまいました。そうさせてしまったのが本当にかわいそうだなと、申し訳ないなと思いました。すみません、もちろんホテルの方にまず申し訳ない気持ちと、あとハムちゃんにもですね、ちょっとストレスがかかってしまって、音で失敗しちゃったのかなと思うので、ちょっとかわいそうなことしてしまったなと思います。これはなかなか来てみないとわからないところもあるので、本当に難しいなと思います。このお部屋自体も、これまで泊まったお部屋より他のワンちゃんの匂いがすごくするお部屋でした。ワンちゃん OK のお宿だと、それはそれはいろんな方の、ね、匂いがすると思いますし、今ここでハムちゃんが過ごしたので、ハムちゃんの匂いもきっと、ついてくるかなと思います。それだけ他のワンちゃんの匂いがする空間になかなかいたことがなかったので、ハムちゃんは少し緊張しちゃったのかなと思います。ちょっとこれも慣れの問題でもあるのかなと思うので、ちょっと今回は残念な失敗はありましたけど、懲りずにというかめげずに、これからもいろんなところに行って、少しずつ慣れてくれたら、少しずつ慣れてくれたらいいなと思います。今朝の8時ですが、これからチェックアウトして、河口湖の方に少し散策に行って、それからお昼には帰れるような感じでお家に帰りたいなと思います。河口湖の大石公園に来ました。ここは3月にパパと3人でも来たところです。ハムちゃん落ちてっちゃうよ、危ないよハムちゃん気になるね、ハムちゃんグイグイ行くね、どうしたの、楽しそうねハムちゃん、グイグイ行くじゃん。